KBKGWZ1960 は、ポーランドが自国製の AK-47、アサルトライフルにライフルグレネードの発射能力を付与したものである。PMKPGN-60 とも表記される。WZ1960 は、基本的にポーランドで生産された AK-47、そのものであるが、重心とガスシリンダーをつなぐガスポートの、 左側面部にはバルブが設けられており、ライフルグレネードを発射する際にはバルブを閉じて、発射ガスがガスシリンダーに流れ込まないようにすることができる。この他にも、重症の型パッドには、ライフルグレネード発射時の衝撃を緩和するためのラバーパッドを装着可能となっているほか、銃本体のリアサイト基部左側面に、ライフルグレネード用の照準機を装着可能としている。 ライフルグレネードを発射する際には、重口部分のネジに、専用のソケットアダプターをねじ込むとともに、ライフルグレネード専用の空砲を使用する必要があり、これは通常銃連発の専用マガジンに装填する。1970年代には重症を取り外した K K、KBKGWZ1960-72 も生産された、KBKGWZ 1960で運用されるライフルグレネードはすべてソケット式である。銃の先端部に装着されたソケットアダプターをグレネードテープに差し込んで装填し、専用の空砲を使用して発射する。WZ1960 で運用するライフルグレネードは以下の通り、ありがとうございます。